牢獄の庭には誰がいる、俺がいる。いやあ、切ない圭介だよ。いつも通りやっていこう。ロードパート3になるんかな。バスを降りてからの話。バスを降り目的地を目指す。何かあっちの方に廃墟があるらしい。携帯をいじりながらたかしがそう説明する。廃墟って危なくねえのか。廃墟っていうか空き家だな。建物はまだしっかりしているみたいだ。行った人のブログ見つけた。なるほど。男子二人が前を歩き、女子三人はそれについていくという形。そうそう、バスの中で調べてわかったことなんだけど、どうやらそこにも黒い影が出るらしい。結局黒い影出てくるん。怖いな。そう言って、携帯をこっちに見せる、たかし。黒い影の噂ってどういう内容だったっけ？あ、俺も知りたい、俺も知りたい。私が尋ねると、ゆかが説明し始めた。ゆかちゃんが。ちょっと怖がりっぽいような感じのゆかちゃんが説明するんですか。ネットでは、いろいろ噂になってるんだけどね。黒い影を見ると気がおかしくなっちゃうんだって。見ただけで？どうだったかな。取りつかれると、触れるとだったかもしれない。ふーん。まあでもそんな噂いくらでもあるじゃん、他にも。うん、早田くんの言う通り、そんなオカルト話はいくらでもあるんだけどね。黒い影の噂は他のものとはちょっとだけ違うの。ちょっとだけ？ちょっと？一番の違いはね、この噂が新しいものであるっていうこと。お乳の噂？お乳の噂なんすか？なんかおしゃれ、おしゃれおつ。うん。たくさんの人が知ってる噂って、だいたい古くからあるものが多いでしょ？あ、そうやな。花子さんやら、口先女やらが頭の中に浮かんでくる。うん、確かにそうかも。でもね、この噂は比較的新しい。その割にみんなが知っている噂なの。え？最近できたにもかかわらず、その短時間で広まったって感じかな。ゆかの話は続く。イリナちゃんはある年を境に自殺者が急増したのは知ってる？聞いたことがあるような、ないような。1998年、そこを境に自殺者数が急に増えたのね。うん。でもそれって景気が悪くなって会社がたくさん潰れたからって聞いてるけど。よく言う、なんつうかな、バブル経済のやつやな、バブル崩壊のやつかな。時代おかしいない？バブルのやつってこの時代だったっけ？ 1998 年やっけ？まあどうでもいいけど。隼人が割って入ってきた。ゆかはそれを踏まえて、また話を始める。そうなんだけど、死んじゃった人の話を聞くと、ある共通点があるんだって。そうか。死んじゃった人の共通点、それは、人間だ。当たり前やん。もしかして、それが黒い影？そう。みんな黒い影を見たって言っていて、そして、何もないところをじっと見つめたりして、急に街中で、驚くようになったり怯えるようになったりして。それあれじゃない、薬やっとんじゃん。怖い色が怪しげなものに変わっていく。でもどんどん近づいてきとるし、この黒い影。そのうちどんどん喋れなくなっていって、ぼんやりし始めて、最後には自分で命を絶っちゃうんだって。みんな、ゆかの話をじっと聞いていた。完全に真摯にかな？真摯に受けて、
ビビってしまっている。なんて、ただのネットの噂話なんだけどね。何がなんてじゃ、ちょっと信じかけたやろ、この野郎。くそ。みんなの顔を伺って、ゆかは大げさに驚いてみせる、おどけてみせる。それを見て、みんなの肩、みんなも肩の力を抜いた。ゆかちゃん、そういうジョーク言えるんやな。いや、ゆうか、こんな真昼間に、お化けも出ないわよね。お、なんだ、あかね。ビビっちゃってんの。女らしい、女の子らしいとこもあるじゃん。はい、ハヤトの方がビビってたじゃないのよ。アカネとハヤトのやりとりで場も和み、いつの間にか立ち止まっていた私たちは、また目的地を目指して歩き始めた。あながち、ハヤトとアカネが付き合い始めるってパターンもありそうな感じだったな。大丈夫か、イリナちゃん。捕らえるぞ、イリナちゃん。アタックをかけるんだ、イリナちゃん。ていうか、ゆか。昨日怖がってたくせに、本当はそういうの好きでしょ。ああ、それなんか俺も思っとった。なんか怖がっとる割にはさ、やたら食いついてくるなーって思っとった。歩きながらそう尋ねると、ゆかは、えへっと笑ってみせる。こういう時でおとなしい子って怖いよな。おとなしい子に限ってこういうなんか趣味があって怖いよな。あ、わかっちゃった？実はオカルトとか怖い話とかよくネットで調べてるんだ。女子って結構そういう話好きだったりするもんな。なんだったっけ、黒魔術とかそういうそういうゴスってやつじゃないそれ。ハヤト、ユカを変なキャラ扱いしたら許さないわよ。してねえし。何これ。なんかすごい色になってる。夕日がだったら紫になるもんかな。ならんと思う。しばらく歩き続けていると、アカネがあることに気づいてハヤトに声をかけた。そういえばハヤトはさっきから何持ってんの。言われてみると、ハヤトは紙袋を片手にしていた。え、これ。なんでもねえよ、別に。何か怪しいよね、白状しなさい。そう言いながら、アカネがハヤトに飛びついていく。うわぁ、アカネ。もしかして、それを、ちょっと、言い分にさ、抱きつく、口実にしてるんじゃないの、それ。アカネ、もしかして、ハヤトのこと好きなの、ハヤちゃんのこと狙ってるの。それをさ、なんかちょっとストレートに行きたらないけんって。わあ、やめろって。だから何を隠してるのよ。すると、ハヤトは観念したのか、赤犬の耳元でひそひそと何かを話し出した。それを聞いた赤犬は急に、二枚とした顔になって、私の方に顔を向ける。なるほど。なるほど。ハヤちゃん、ちょっと勇気持っとんな。覚悟を決めたんやな。BGM BGM がなんかホラーゲームじゃないぞ、もう。ふぅ、なるほど、なるほど。え、何？何その顔は。いやぁ、私の口からは言えませんね。わぁ、なんかあかりのキャラいいな。あかねもはやてもそれ以上は何も教えてくれなかった。ほらほら、話しながらだと山道は危ないぞ。教師のような口調のたかしに、みんな適当な返事を返す。あ、たかし、真面目なのはいいけどな、もうちょいさ、なんつうか融通きくような、ちょっと融通きくようなタイプあってほしかった。日中だというのに山道は暗く、物々しい雰囲気があるのだが、5人で喋りながら歩いていれば、もうそれはピクニック以外の何物でもなかった。結構楽しんどんじゃ。来た。はしゃぎながら山道を歩いていると、急に建物が視界に入ってくる。あ、きっとあれだ。
ほら、ブログに載っている写真と同じだし。携帯の画面を建物と見比べながら、たかしが声を上げた。みんな、押し黙り、建物を見つめる。たかしの言う通り、建物は廃墟というより、ただの空き巣のようだった。確かに綺麗やな。木造建築か。黙り込んだまま、互いの顔を見つめ合う。きっと全員、本当に行くの?と言いたいのだろうが、誰も言い出さないので、そのまま進む形になった。ちょっと強がりなんだろうな。本当に行くのとか言うたら、ちょっとかっこ悪いけんさ。誰かが言うてくれるだろう、誰かが言うてくれるだろうで、結局誰も言わんけ、行くしかないという。そういうちょっと心理ゲーム。建物に近づく。雨戸が閉まっているせいで、中の様子は見ることができない。玄関に回り、ドアノブを回す。すると、鍵はかかっておらず、すんなりドアが開いてしまった。よし。行く気はないよな。隼人を先頭にして、私たちは歩み出した。5人揃って建物の中に侵入する。思った以上に綺麗な内装が緊張感を和らげた。結構綺麗なんやな。ふう、思ったより普通じゃん。ハヤトのため息とともに全員が緊張を解いた。その時じゃなかったわ。まだその時は早かった。まあ、そりゃそうよね。そんな簡単に何か出てくるわけないし。赤にかそう言いなきゃら、うーんと背伸びをする。その時違った、まだだった。とりあえずいろいろ回ってみようか。ああそうだな、結構広い家だ。全部見て回ればお化け屋敷ぐらいの時間はかかりそうである。へえ、そんなに広いんだな。それにしても昼間なのに暗いね。私の腕に自分の腕を回しながら優香がつぶやく。ゆかちゃん、俺が6人目だったら俺の腕どうだいってちょっと出ていくのにな。ゆかちゃん、なんでイリナちゃんの腕な。せめて男にしとけよ。ね、男の中だったらたかしくんよりもはやちゃんよりも俺やで。なんかこういう子に腕で抱きつかれたい感はあるよな。うん、雨戸閉まってるから仕方ないよ。ていうか、この方が怖くてよくね。それはそうかもしれないけど。すると、その時だった。来た、その時だった。お、な、なに。突然、後ろからの閃光。びっくりした私たちは勢いよく振り返ったが、あ、ごめん、記念に写真撮っておこうと思っただけ。おんまいおんまいおんまい、空気読めこら、おんまい。なんだこいつ、ちょっとさ、天然の作詞がこいつ。別に本人はボケおるつもりはないんだろうな。でも俺にはボケにしか見えんのよな、それ。デジカメを手にしたタカシがそこに立っていただけであった。ちょっとタカシ、あんたびっくりさせようとしてわざとやったでしょ。俺もわざとやった感がすごいなって思っとるけど、そうではないんだろうな。タカシ君は真面目だもん。まあね、まあね。わざとだったんや。なんそれ。さらっとまあねって言っちゃったもん。本当驚くんだからやめなさいよね。文句を言う茜をよそに、面白がりながら隼人はタカシのデジカメを取り上げた。何か映ってねえかなと言いながら、隼人は画像をいろいろアップにして見ている。ちぇ、何も映ってねえじゃん。そんなに簡単に映るわけないじゃん。呆れながら私も受け取ったカメラの画像を確認する。うん、特に何もないよね。隼人との距離が割と近い。後でこっそりデータをもらおう。確認を終え、
タカシにカメラを返そうと手を伸ばす。その時来たー、その時来たー。するとその時、え、何、え、アカネ、何今の、キャー、え、う、うそー、な、何、え、お前が何、何何お前。突然廊下の方を見、奥を見て、アカネが悲鳴を上げた。な、なんだよ。う、うん、み、見間違いかな。今、あっちに何かいたような。アカネの視線を追って、廊下の奥へと顔を向ける。今は特に何かがいるような感じではない。ほ、本当に見たのか？わ、わかんないわよ。きっと気のせいよ。なんて読むこれ。うなずいてきたかな。タカジに対してそう答えながらも、アカネの顔からは戸惑いが消えなかった。本当に何か見たの？こういう場所だ。何か別のものを怖いものと勘違いするなんてことはいくらでもある。ねえ、変質者ってことはない？変質者ってさっきエリナが言ってた。そうだって、こんなに状況のいい建物ならそういう人が潜んでたっておかしくないんじゃないかなって。私がそう言うと、タカシが冷静な態度でそれを否定した。いや、それはないと思う。廊下に、え、これ埃か、埃が積もってて俺たち以外の足跡はないし、それに潜伏するには不便すぎるだろう。この近くに民家はなかった。買い物に行くにしてもバスを使って町の方まで行く必要がある。タカシの言う通り、潜伏するにはかなり不便だ。きっとアカネちゃんの見間違いだよ。そうよね。ごめん、あたしちょっとビビってたかも。萎縮してしまったアカネを見て、ハヤトはわざとらしくふざけた声で喋り始める。ペンペンペン、よよし、ビビってしまったアカネが安心できるように俺が見てきてやろう。うん、そうしよう。いいって。それより早くここ出ようよ。何かマジでちょっと怖くなってきたし。アカネがそう言い出したので、仕方なく私たちは建物から出ることにした。ふぅと、ここでちょっと時間が来ました。ちょうどいいところなんで、多分次あたり出てから何か恐ろしい目に遭うんだろうなっていう俺の予想がありますんで、だからちょっとこれは次のパートのお楽しみで言いたいと思います。というわけでセーブしましょう。あ、やっちゃった。これじゃない、右クリック、セーブ、ここ3つ目でセーブして戻ってっと。じゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け